こんにちは、総科事の久保ですあの今回ですね、少子化の話題に何度か触れている中で、えー、ご質問いただきましてね、えー、複数の方のご質問だったんですけども、まとめてお答えしたいと思います、まあ。それはどういうご質問かというと、まあ、子供をね、今の時代産んでも幸せにできるかどうかわからないから産むのが不安だと、久保さんはどう思いますかってことなんですよねで。私にこれ聞かれてるためにいつも思うんですけども、子供を産むってことは、 新しい生命のの最高のチャンスだと思うんですよだから子供を産んでさえいれば私の考えではね私の手なんて借りなくても私の子供なら自力で自分の人生は幸せを掴んでくれると思いますしあらゆる挑戦をしてくれると思いますし仮にすごくね貧乏で惨めで悔しい人生を送ったとしてもああ生まれてよかったって って思う瞬間を必ずかんでくれると思いますね。まあ、ですんでね子どもの意思なんてのは産む前にはないですよ。でも親の不安を子どもに押し付ける形で産まないっていうふうな形でこの世の中に生まれてくるチャンスを親が積んでしまえば、まあ、幸せもクソもねえだろうと思いますね改めて申し上げますけどもまずは不安かもしれないけども 産ん案ずるより産むが安しではないんですけどもでも親の狭い了見でね俺なんか子供持っても幸せにできるかどうか分かんないみたいなね子供を幸せにする親なんて思い上がりだと言ってもいいいと思います子供は自力で自分の幸せぐらいつかむと思います親ガチャなんて言葉もありますけどもね親になんか人生左右されないと思いますよ でも親が邪魔にならないようにできる限りの手を尽くしていけば、まあ、それがいずれ子供にとって大きな幸せに育つんじゃないかなと思いますね、まあ、私は年齢のこともあってちょっとこれからね次の子供ってのはチャンスがないかもしれませんけども、まあ、でもねでもですよもし選べるんだったらあと10人ぐらいうちに生まれてもいいかなと思ってます そのために、懸命に、働こうと思いますし、愛情をかけていこうと思いますし、で、自分の状況とか世の中は不安だから、子供が生まれても幸せにできることが分かんないっていうのは、別にね、これ30年前でも50年前でも、あらゆる親が思ったことじゃないですか。私、いつも思います、いつも言いますけども、昭和16年、17年、18年、19年、20年、ここでも、 子供は生まれてるわけですよ大東亜戦争の真っ只中ですよねもう20代30代の若い男は全員軍人として招集令状がその身柄を海外に強制的に送り込んだ日々ですよ毎日のように空襲警報が鳴って防空壕に逃げ帰るような日々ですよ将来不安でしょう戦争してるさなかに でも人は子供を産んでたんですよ。私はあの時よりは随分状況いいんじゃないかなと思いますけどね。高度経済成長の時も、共働き、進学、受験戦争、こういった将来の不安に対して、たくましく、二人三人と子供を産んで、朝干し夜干しでも少ない時間の中で、なんとか狭いながらも楽しい我が家を、 作っっていいいたんじゃないかなかと思いますどうでしょうかねそう思った時にこの令和の時代だけがここ100年の中で一番難しい時代かなとそうなのかなと思いますけどねどうなんでしょうかね皆さんのお考えはいかがでしょうかそれでは以上です。